すけ国営放送、ムンスケ国営放送。はい、どうも皆さん、こんにちはす、ムンスケです。好きなジェダイの騎士はヨーダです。よろしくお願いします。さあ、ボーンチル冬のイベント、デッドバイデイライトやっていきましょう。キラーはナースですね。本日のパーク構成はセルフケア、植物学の知識、レッドハード、血族の4個です。はい、発電機を蹴りました。うわ、隠れ話持ってきてる。隠れ話持ってきてることが確定していく。そう簡単にダウンしないよ。危ない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 、狙われていく。回復までいけた。よし、だいぶ発電は進んでますね。2台回りきって、さらに途中まで回ってんのが2台ぐらいありましたね。これはかなりサバイバーのアドバンテージですね。結構ギリギリやったけど内チェしたんじゃないですか。レッドハードは空振りましたけどね。おー、イラプションを持ってたんですね。これはやられた。ちょっと、中入ったんバレた。はい、同じ方向に逃げると思ったっしょ。うわー、無理か。ちょっとさっきのおもろかったな。だいぶ早くから雪だるま入ってたんですけどね、バレてたとは。そんなところに雪だるまないやろって感じやったんかな。それとも分かってたんですかね。別に位置は変えてないからバレる要素って何やったんですかね。ちょっと分からないな。はい、好きなジェダイがヨーダということなんですけれども、あ、お願いしていいですか。ジェダイとは何ぞやっていう方もね、おられると思うんですけれども、映画「スター・ウォーズ」に出てくる超能力的なものを
有してる、騎士ですよね。大体の作品でね、ジェダイの騎士がもうメインどころにね、されているので結構魅力的なねキャラクターが多いんですけれども、例えば最新作で言ったらデイとかですね、それは届かない。またやり合うかい。クワイガンジンとかね、オビワンケノービとか、あと一番有名なのがルークスカイウォーカーとアナキンスカイウォーカーですね。そういったキャラクターたちがジェダイの騎士として、いるんですけれども、私はその実力とね、見た目の可愛さっていう要素も合わせてヨーダをおすすめしたいなと思います。イラプション入る？さあ、あと1個ここかな。うわー、触った瞬間にイラプション来た。うぜー、このパーク。影は取れないか。エス君追われちゃったかな。が処刑されてしまいました。お疲れ。避けていく。あー、ナースチェイスしんどい。あー、イタグルができないから結構ね、もうキャラクターコントロールしないとダメなんですよね。うん、あー、エース君ちょっと救えなかったのが残念ですね。
ヨーダのね戦闘シーンはねめちゃくちゃ速くて、もうキル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 って飛び回って、それで普通のねでかい体格の人間にねもうバシ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 ってこう切り合うわけなんですよ。めちゃくちゃ爽快でかっこいいですね。かと思えばあのね身なりですごいおじいちゃんなんでね、普段はゆっくりしてて可愛らしいんですよねなんか白髪混じりのおじいちゃんっていう感じがして、そんなところが、ヨーダは好きですね。ナースコール持ってたんか。でやっぱ隠れ場なしですね、うん、でイラプションと海の呼び声、うん、ナースがね本当最近強いんですよね。チェイス能力自体はね、昔からもう強いんですけども、この隠れ場なしとかね、もう今発電機蹴る構成が増えてるので、もうは修理してた発電機の近くにね隠密しようとしてても、このパークのせいで見つかるんですよね。今回の試合で結構序盤にね、私が居場所木の後ろにね隠れてた時に居場所バレてたのが、あれが隠れ話の効果でしたね。はい、アーカイブが1個進みました。このボーンチル冬のイベントのねアーカイブ、意外と簡単なやつばっかり揃ってるので、学術書うん進めたいなっていう方はね、このボーンチルのイベントアーカイブやってしまうとね、BP も稼げますし、その進行度も稼げるんで、もう今のうちにねやってしまうのおすすめですね。あと2週間ないぐらい、あーでもこの動画が上がる頃にはあと1週間とかになっちゃってるかもしれないですね。今の時点であと15日ですね。あとはねこういうスキンがもらえるので、やってないよっていう方はね、ぜひともやってみてください。例えば今ねクリアしたアーカイブをスクッとするとこれですね、デビキンの下半身スキン、こちらがもらえましたよと、そういった形ですね。でこれはドレッジのスキン、これは武器になるのかな、もうゲットしました。であとここがキラーのが2つとサバイバーのが1つある。じゃあこの脱出アーティストっていうのをね受注して、デッドバイデッドバイ、うん、本日は終わっていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ムースケでした。アレスデッドバイデッドバイデデ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 デッドバイデッドバイDaylight.